ご機嫌いかがですか？長谷川隆です。本日は後期2680年、西暦2020年、令和2年4月20日月曜日です。ここは東京新宿の事務所内です。昨年12月、中国武漢に始まった新型コロナウイルス感染症肺炎は世界に爆発的に感染拡大し続けています。これは人類に対するテロです。テロリストは強大な中国共産党です。武漢コロナで世界の人々の生活、経済活動は停止しました。結果、世界の金融バブルははじけ、世界恐慌に突入しました。中国共産党の隠蔽、都合の悪いことは隠す。これにより、武漢新型コロナウイルス感染症肺炎の封じ込めの初動対応が遅れ、世界に爆発的に感染拡大させています。これに対し、中国共産党から日本や国際社会に謝罪はありません。そしてアメリカ、ヨーロッパ各国は中国に対し、武漢新型コロナウイルス感染拡大の謝罪と賠償を求め始めました。しかし中国共産党はこの非常事態に乗じ、世界覇権を企てています。武漢コロナを世界に感染拡大させ、今度は世界各国に救済と称し、医療機器、医療従事者を送り込んでいます。これは謝罪、賠償ではなく、支援、援助だと言い放っています。さらには、新型コロナウイルスはアメリカが持ち込んだとまで言うありさまです。